ハニーハニーハニー。失敗しちゃいましたよ。失敗。大失敗ってやつです。いやー、まさかですよ、まさか。こうなったら思いっきり爆破だーって思って、爆破装置を学校中に仕掛けてたんですよ。爆破させたらペンキが出て、赤とか青とかじゃなくてレインボーみたいな。いざ爆破の日なったら爆発しなくて、なんでだろうって思ったら全部取り外されてたんですよ。目立ちすぎたんですかね。廊下も教室も、なんなら職員室にだって。で、仕掛けてるとこカメラで撮られてたっぽくて、さすがに先生に怒られました。数多すぎだって。やりすぎちゃいましたね。もう何個か減らせばよかったかな。しかもそのペンキが取り外してた先生についちゃったみたいで、先生も男女分け飽きちゃいましたって言ったら、もっと怒られました。だから今は自粛期間っす。先生に私が何してるかチェックされるようになっちゃったんですよ。あちゃーですよね。思ってますよ。内申点ゼロにするとか言われましたし、脅しですよ脅し。だから少しの間はおとなしくしてるしかないんですよ。ああ、先輩とも遊べない。あら、折原くん。ちょうどいいところに。二人きりの方がいいかしら。ここで話すわね。この間の現代文の小テスト覚えてる？思い当たる節があるみたいね。結果あんまり良くなかったから。苦手科目かもしれないけど、内申点はテストの点数が大きく関わってるから。
しよかったら先生が直接教えてあげるわよ。本当に？いいの？大丈夫？そう。力を貸してあげられないのは残念だけど、頑張ってね。もしどうしてもってなったら、言ってね。内申点、おまけするから。シュン君にお願いがあるの。恋愛について知る会の第5弾に協力してほしいの。今回は休日の恋人の過ごし方についてなんだけど、それ以外だと祝日もあるけど、うん、あ、でもお家もあると思う。私の家か、シュン君の家で。でもお家だと自分が普段使ってるものに座ってもらったり寝転がってもらったり、いろいろと触れるものが多くなっちゃうね。触れるものが多くなるってことは匂いとかついちゃうし、それで帰った後にその匂いを。どうしようか、外かお家か。そうだったんだ。勉強の邪魔しちゃう。あ、それならいい考えがあるよ。うん、ね、ハニーハニーハニー。
らっしゃい。そろそろ来る頃かなって思ってたの。今日はお父さんもお母さんもいないからお客さんも来ないかなって思って。そうかな。どうぞ上がって。そんなことないよ。見られるとちょっと恥ずかしいな。私も男の子を部屋に入れるの初めてでちょっと緊張するね。部屋に二人きりだし。クローゼットの中見られちゃったりするのかな。に潜り込まれたりとか。もしかしてベッドに押し倒されたりとか。よろしくね。それじゃあ始めよっか。休日の勉強会なんて学生ならではだもんね。恋愛を知る上でも必要なことだよ。でもまずはしゅんくんの成績アップが大事だから頑張ろうね。そうかな。ちょっと恥ずかしいな。無理をして手を握ってそのまま引っ張られて押し倒されて。ダメ。そんなこといくら誰も見てないからって。勉強するはずなのにこれじゃ別の勉強になっちゃうし。
なんでもないの。勉強頑張ろうね。でも多分そういう形の恋愛もあるんだよね。ちょっと休憩しよっか。うん、本屋さんで買ってきたの。そうだ、しゅんくんにも参考になるかも。しなさいって、別に私が読みたくてとかそういうのじゃなくて、全然本当にだから関係ないの。何にも関係ないから気にしないで。本当に違うの。これも勉強だと思って。これしまっておくね。変なもの見せちゃってごめんね。今日のには関係ない参考書だったから。こっちが本当の参考書ね。これもしまっておくから。こっちの参考書が。今度こそ。
疲れ様。すごく集中してたもんね。しゅんくんが頑張ったからだよ。よかったら明日も一緒に勉強会しない？迷惑だなんて全然思ってないよ。しゅんくんと一緒に勉強できてすごく楽しいし、しゅんくんこそ私と勉強するの嫌じゃなければだけど。それならご飯用意するね。うん、少し待っててね。大丈夫だから。ご飯はその…いいよ、無理して食べなくても。
しくないよね。無理しなくても大丈夫だから。本当に食べられる？美味しいの？ごめんね、全然気がつかなくて。ううん、私はいいの。別に嫌じゃなかったから。なんかしゅんくんが使ったスプーンで食べたんだって思ったらドキドキしてきちゃった。これしゅんくんの唾液、たくさんついてたんだよね。私の口の中で、混ざっちゃったんだよね。しゅんくんと、私が、混じり合って。新しいスプーン持ってくるね。お待たせ。はい、スプーン。味は良かったから、次はちゃんと見た目も良くしないと。ううん、実はあんまりしないの。本当は料理苦手で。手料理は男の子のハートをつかむって聞いたから。最近料理の練習もしてたの。いつかしゅんくんに食べてもらえるかなって思って。そしたらだんだんしゅんくんに美味しく食べてもらいたいなって思うようになってて、しゅんくんが美味しいって言ってくれたら嬉しいなとか、そんなこと考えてたの。今日もそう。でも美味しいって言ってくれたけど、見た目失敗しちゃったし、もっと勉強しないとダメだね。料理を見せた時から美味しそうって言ってもらえるくらいにならないとって思ったの。苦手なことでも頑張らないと。しゅんくんが苦手なことも私協力するから。いつも監査部の作業手伝ってくれてるお礼も兼ねてね。うん。
ハニーハニーハニー。この申請書の内容、もう見れないよ。教科書の貸し借りなんて、絶対いけないことしてるもん。だってこれ、教科書にメモ書いてそれでやり取りしてるんだよ。今日はどこ行こうとか、何しようとか。LINE でできないこと。あ、絵も描いてるんだよ、きっと。他の人に見られちゃいけない絵。絶対エッチな絵だよ。そんなの絶対ダメだよ。授業中にあんなこととかこんなこと考えてるんだよ。それで、これで全部かな。次は勉強会だね。試験まではもうすぐだし、それまで頑張ろう。今日はこのくらいにしよっか。遠野さん、いるのかしら。先生で、しゃ、折原くん、ここを通りかかったら声が聞こえたから覗いてみたんだけど、二人はここで何をしてるのかしら。ちゃんと離れてるみたいだけど、男女がこんな場所で二人きりなんて。しかも俊君とだなんて、羨ましい。誰かに見られたら勘違いされるかもしれないって分かってるわよね。先生、今は違います。ちゃんと説明できますから、勘違いされても、ちゃんと。じゃあ今は、何をしていたの？二人で勉強していたんです。今度の試験の、俊くんの苦手科目を私が教えてました。それ以外は何もありません。何も、エッチなこととか、考えていません。エッチなことって、当たり前です。だから大丈夫です。安心してください。遠野さんがそこまで言うなら、ただ、こういう場所ではあまりよく思われないこともあるから、気をつけてね。はい、わかりました。俊くん？どうしたの？Thank you.
本当に大丈夫？顔色悪いよ。もしかして、私が答えたの良くなかった？じゃあ、小さい頃、気づけなくてごめんね。私が気づいてあげられれば変わったかもしれないのにね。全然知らなかった。俊くんにそんな悩みあったこと。話してくれてありがとう。もし、しゅんくんさえ嫌じゃなければだけど、それも一緒に頑張って乗り越えていこう。私じゃ力にならないかもしれないけど、でも、私にできる限りで力になりたいの。なんでかな。しゅんくんのためなら協力したいって思うの。そういう気持ちになるの。しゅんくんの力になりたいっていう、私のわがままかもしれないけど。勉強と同じように、一緒に頑張ろう。参考書あるよ。大丈夫だよ。多分。もうちょっと先まであるよ。私のノート貸してあげるよ。
私ごめんね、途中で寝ちゃって。待っててくれたんだね。え、それって抜けちゃって。織原くんに遠野さん、ちょっとどうしたの？そんなに密着しちゃダメよ。うらやま、高速違反よ。体調不良？大丈夫なの？はい、大丈夫です。わかったわ。そういうことなら先生も協力するから。こうすれば違反ではないから。いいえ、これくらい何でもないわよ。先生、ごめんなさい。いいのよ。それにあなた、ちょっと頑張りすぎ。今日はぐっすり寝なさい。はい。ありがとうございました。今日はすぐに休みます。ええ、それがいいわ。それじゃあ、先生は先に帰るから。織原くんもすぐに帰るのよ。ごめんね、迷惑かけちゃって。先生、今は違います。ちゃんと説明できますから、勘違いされても、ちゃんと。
本当？よかった。うんうん、全然。しゅんくんが頑張ったからだよ。私でよければいつでも言ってね。いいのに気を使ってくれなくても。で、シュン君にお願いできること、二人きりの部室でお願いできること、密室で二人で。お願いっていうわけじゃないんだけどね、これをお願いにしちゃったら良くないと思うから。今私が思ってること言うね。私ね、シュン君が好き。違う。恋愛を知ろうとして、していく途中でだんだん気づいてきたの。誰かとずっと一緒にいたいとか、誰かのために何かしたいとか、そういう気持ちになるのが恋愛なんだろうなって。多分前から思ってたんだけど、気づけなかっただけなんだと思う。しゅんくんとどうやったら恋愛のことわかるかなって考えてたんだけど、いつの間にかどうしたらしゅんくんが喜んでくれるかなとか、どうしたらしゅんくんと楽しく過ごせるかなとか、そんなことを考えるようになってたの。うん、ずっと迷ってた。ルールを守らないといけない。でもしゅんくんのことが好きな気持ちはどんどん大きくなっていくの。どうしたらいいのかわからなかったんだけど、前にしゅんくんがいてくれたこと思い出して、自分に素直になればいいって。だから今はルールとかそういうのは忘れて、私の思ってること全部、だから私と付き合ってほしいの。恋人として、友達から恋人になってほしいの。
帰るなんて思ってなかったから。ハニーハニーハニー。先生、この申請書の確認をお願いします。あら、私なの？遠野さんではなくて？はい、私がやるのはいけないと思うので。どういうことかし、遠野さん、これ私と俊くんです。なるほど、そういうことだったのね。理解したわ。織原くんも本気なの？そうなのね。わかったわ。しょうがないわね。私、何のために先生になったのかしら。今日どこに行こっか。だったらどこでもいいけど。どこかな？映画館とか？定番だよね。うん、ちょうど見てみたい映画あったの。そういえば、小さい頃って劇場が暗くなるのワクワクしたよね。暗いところでシュン君と二人、体とか触っちゃダメだからね。だって映画館とかそういうスポットだって本に書いてあったし、その男の子が女の子のおっぱいとか触ってみんなに見られないからって、声を我慢してるのが興奮するって書いてあったんだけど、そうなの？
そんなに泣ける映画やってるんだ。ちょっと見に行ってみない？行く行く。たくさん泣いたらちょっとお腹減ってきちゃった。確か最近できたお店があってね。一緒に食べよう。おいしい。うん、大好きだよ。でも普段から食べてるわけじゃなくて、試験が終わった後とかそういう時に。と来れてよかったよ。しゅんくん食べないの？あ、そうだ。しゅんくん、あーんって。こういうのもせっかく恋人なんだから。おいしいでしょ。の口にもあってよかった。あ、口元についてるよ。取ってあげる。甘い。私の分も残しておいてね。今日はありがとう。こんなに付き合ってもらって。じゃあ、また学校でね。今日すごく楽しかった。
ので帰ろうよ。せーの。そうだね。でも、あ、そっか、何かの記事で見たことあるかも。じゃあ、私先に帰るね。バイバイ。ハニーハニーハニー。そういえば、シュンくんのお家まだ行ったことないね。二人なら退屈なんてしないよ。お邪魔します。あ、綺麗だね。男の子の部屋に入っちゃった。部屋中シュンくんの匂いがするね。こういうところにそのエッチな本とかあったりするの？男の子が女の子を部屋に入れてくれたら、もうその気なんだって本で読んだの。私からお家行っていいか聞いたのに、変なこと言ってるのは分かってるんだけど。それじゃあまたね。あ、制服にちょっとついてる。うん、いいの。むしろちょっと嬉しいかも。ここにシュンくんの匂いあるから。今日はありがとう。すごく嬉しかった。
しゅんくんの方が恥ずかしがってる。本当はちょっとだけまだ。大丈夫だよ。それにほら、余計に恥ずかしくなっちゃうし。じゃあ、バイバイ。海。うん、行こう。楽しみにしてるね。ハニーハニーハニお待たせ。あんまり見られるとちょっと照れちゃうな。かどうか不安だったの。しゅんくんにそんなにまじまじ見られるとドキドキしてきちゃうから。じろじろ見て彼女のことをこう興奮させるみたいなこともあるって何かで見たことあるけど、もしかしてそれ？海に入る前に濡らしちゃおうみたいなことなのかな。気持ちいいね。私、泳ぐの苦手で。だから、あんまり深いところダメなの。あ、足がつかなくなっちゃうよ。でも、
ルの授業始まったら頑張って練習してるんだけど、なかなかうまくいかなくて。そんなこと言ってる場合じゃないよ。ごめんね、さっきみっともないところ。俊くんは泳げるんだ、すごいな。そうだね。
ありがとう。なんだか自信ついてきた気がする。緊張するけど頑張る。顔を水につけてたから、その間にシュン君に何かされちゃうかもとか思っちゃったり。私たち不人気の方でよかったね。あと、しゅんくんと二人きりになれるから。気持ちいいね。
私も今日はぐっすり眠れそうだよ。そうだね。今度はどこに行こっか。当然だよ、しゅんくんと遊ぶの楽しいから。毎日一緒にいたいもん。他にもいろんなところあるから、もちろんお家でもいいんだけどね。じゃないよ。それにあれは参考書だから。でもあれ読んで勉強になったことも多いし。そうかな。じゃあ今度はまたしゅんくんのお家行くね。ううん、いいの。しゅんくんのお部屋すごく落ち着くから。いい匂いするから。ベッドとか服とか。でも本当だもん。